始まりました。ザ・ノイジーズよどう,どうも。夜遅いので、ちょっと疲れてますけど、えー、トークはいつも楽しいです。えー、ということで、今回お届けするのは、私、北山智之と、さっき小林です。よろ,すよろしくお願いいたします。ザ・ノイジーズ・オリジンでございます。はい。コンサト氏さんとの思い出について語らせてください、という。うまあ、でも僕ら年代はやっぱり、ね、パークトブルーでしょう。 アニメっていうのを逆手に取ったっていうか、あれは実写ではなかなか、ああいう表現方法って寒くなっちゃうんですよね。うん、やろうとすると。でもアニメだと実に美しく、でも気持ち悪い。うん、うん。その表現っていうのができるっていうので、まあもう僕ら、多分アニメがもう、からも逃げられ,られなくなった年代の人たちっていうのは、ちょっと度肝を抜かれたというか、そういうのがありましたね。まあ、特にあれですよね。うん、まあ、 アニメも一応見てましたけど、やっぱ映画の方が好きな人間としては、そっちの衝撃がでかかったですよね。うんうん、アニメが好きっていうなんか、うんまあ、映像表現として、アニメを選択しているのを知ってるっていう感じがしますよね、うんうん。だから実写ではできないこと、アニメならばできることっていうのを極めようとした方なんだと、ちょっと認識はしております。はい で、えっと、自分の思い出的にはですね、ねこれ最初、千年女優の時に、うんえー、最初に T シャツのオファー実はいただいたんですよ。まあ、向こう、あの、多分千年がその仕切ってる方から北山さんに作ってくれないかって話してた、はい、当時の配給会社から、うんえー、こういう映画がありますと。うん、北山さん、コンサートしさんご存知ですかと。うん あもちろん知ってますっていうので、ちょっと試写来ていただいて、見ていただいて、うん、T シャツのアイディア考えていただいて、ぜひとも T シャツお願いしたいって言われたんですけど、うん、まあ確かにもう超いい映画で、すげえと思ったんですけど、これ T シャツ向けではちょっとないなっていう感じだったんですよね。で、まあ当時若くて結構偉そうにしてた あの、僕だったので。す、うん、いません。ちょっとこれはできない。<laughs> で、その時に、まあもう失礼なことを言いまくってんですけど、パーフェクトブルーやったらやりたいっすねとか言ってね、うんえー、その人ら関係ないのにね、<laughs> 言ってて、で、あーってなってたら、これの次、東京ゴッドファーザーズっていうね。多分、そうですね、多分ね。はい、うん、作品があって、それも、また声かけていただいたんですよ。 あのあれはすごい、千年女優と違って、あの当時も結構面白いっていう、評判良かったですよね。だし、キャラも立ってるし、あの3人っていうのをうまく出したような服って企画できないですかねみたいなことを言われて、うん、で、これまた、試写に見に行かせてもらってですね、うん、いやー、っていう感じだった、しかしっていう。<laughs> あまあ千年女優の時より乗った方が良かったかもしれないです、ね、そうなんですけど、えー、そもそもそパーフェクトブルーならっていうのが僕の中で強すぎたんでしょうね。だからちょっとこのほんわかした、まあ結構ハートウォーミングな作品なんですよね、うん、これってね。ねちょっと狂った感じの当時はどうしてもやりたいやりたいってい気分が自分の中で強くてですね、うん、これも断ったんですよ。うん、で えっと、その後、えー、じゃあ今度ワウワウで放送されるってなった、えー、まあ僕のこの後ろにいるこれなんですけど、えー、妄想代理人っていう、うん、これはあの映画ではなくて、ちゃんと難話完結のアニメのシリーズがあるんですけど、うん、これは見た日だから話が来たんですね。はい、すごいですね。 いやもう本当にありがたいんですけど、まあ、それぐらいコンサート師さんのことは好きや好きやと言いまくってるわけですよ。うん、あちこちに。うん、なのにやらないみたいなね。ひどい話なんですけど。<laughs> で、これも、これは、えっと、アスミックエースだったと思うんですけど、3から1番の、あはい、のまあ、ビデオ、ビデオテープが送られてきまして、うん、う見た瞬間に、これこそ、 僕の思ってたパーフェクトブルー的な要素を持つもうコンサートし作品だーみたいなやつが一気に今までやんなかったことも相まってですね、うん、うわーってなってまあもう一気に作りましたねうん、うん、これは売れたんですか売れたあ<ー>売れたしその当時言ってもなんかまあほとんど誰も知らないです僕らの存在を、うん、僕のやってる t シャツを。うん、ええー。まあ今もじゃ知ってんのかって言ったら今も知らない人多いと思うんですけど、<laughs> ええー。当時は、だからもう本当にそのカルト中のカルトみたいな、う,ん、うん。あの、インディー的な映画の t シャツっていうので、まあ多少知られてて、あと、うん、オールドゲームの t シャツですね。うん、っていうので、スペースインベーダーとかね。 ああいうのをなんかやる変わった集団だなみたいなことを言われてた僕らっていうのが、まあ、全く違うアニメの世界のところでパーンとこう世に出た、わウわウなアニメとはいえ、うんえー、そういうので、結構、うん、業界内だけではなく、結構評価をいただいた最初の方の、うんはい、コラボレーション T シャツっていうのになったんじゃないかなと僕の中では思ってますね。うんうん で、妄想代理人イベントなるものもですね、トークイベント。うんうん、これはもう、コンサトシさんと、あと、平沢進さん、うん、その曲を手掛けられてたも、もうん、あの、参加しての、やつっていうのも、ロフトプラスワンっていうところでですね、うん、トークイベントが行われて、 で、そこもまあ体操盛り上がって、うんで、T シャツとかも大々的にそこでも取り上げられたっていうのを聞き、うん、ました。ただまあ、その現場にはもう全く行ってないです。ああ、そうなんですね。はい。だし、監修作業で、ああだこうだっていうのも、もう、言ってみたら、まあちゃんのやり取りって、その本人たちと別にやり取りするわけでは。 まあ基本的にはないので、まあうん、担当窓口のところに作った絵を見せてですね。で、まあ、OK ですとか、修正してくださいとか、うん、それぐらいの作業でしかないですから。うん、で、これの場合はもう全く修正作業っていうのをされずにですね。えー、まあ、あの、竹内さんという、まあ、すごい。 その後ね、四畳半神話体系とか、いっぱいやれる優れた方が、うん、まあ、いらっしゃいましたので、あの方のも、もう本当にうまい、こう、仕事の回し方で、僕はもうどん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  T シャツだけを作って、うん、非売品の T シャツも含めて4種類かな、うん、はい。を作って、で、どん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 完売していってるよっていう話も聞いてましたし、うん、すごいな、みたいな、うん、感じではあったし、で、通販でも非常に売れてた、う,ん、うん、製品になりました。で、 え、もうこれは完売するかしないかみたいな時に、え、スペイン坂のところにあった映画館で、なんていう映画館がかちょっと忘れちゃったんですけど、そこでまあイベントをやりますと。で、T シャツがもう残り数枚の状態だったので、えっと、そこでも完売。で、完売の瞬間を北山さんに見ていただきたいっていう、非常にあの、粋な辛い。ああ、いいですね。うん、なんかもうここまでしてもらって、 ありがてえなみたいなものはあったんですけど、まあ、それで東京の方に行きまして、うん、で、今度、聡さんとそこで初対面ですよね。ああ、初めてご本人と会ったんですね。うん、そうですね。で、会わせていただいて、でも会った時にはもうすでに酩酊状態でしたよね。<laughs> うん、トークイベントがともかく好きじゃないって言ってましたね。あ<ー>人前でしゃべるのがちょっと嫌だっていうのは、言って。 出ましたね。だからあれ、見に行かれた方とか、ちょっとね、どういう風に映ったかわかんないですけど、もうあの、裏側のところで、常にも飲み続けてましたから、<ー>で、駐座して飲み屋にさらに行ってたのかな。うん。うんぐらいコンさんは飲んでたイメージですね、あの時ね。うん、うん。で、僕をちょっとスススと途中で読んで、ちょっと、君みたいな感じでね、 うん、呼んでいただいて、あのー、T シャツは実にいいとね。ああ<ー>。うーん。袖のところにシリアルナンバーみたいなものが振ってあるけど、うんあれはなぜああいうことをしているんですかっていうのを聞かれたんですね。うん、で、まあ、一人一人責任を持って作ろうと思いましてと。うん でかも同じものが一つもないと。言うていうのを服でやりたいなと思ってずっと入れさせてもらってます。っていうことを説明に入れたら、うん、まあ、っていたんですけど、実にいいと。<laughs> うんだからもうこのままやっていってほしいと。うん、好きなことを好きなように。うん、なんか 服の世界のことはよくわからないけれども、うん、なんかあなたの思う通りにやってるっていうのが、すごくかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いましたっていうことを言われてですね。非常に僕は、う嬉しかったですね <laughs>。まあそうですね。うん。うんあのー、普段やっぱり、ご本人に褒めていただくっていうことは、なかなかないことなので。まあ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 、まず会えない。 ね、まあまず,まず会えないですね。そんなに興味持つこともないですからね、うん、まーちゃんのことなんて。ないです、ないです。うん、なので、だったし、あのね、えー、作品自体のまーちゃんっていうのがもうほぼなかったっていうのも良かったんでしょうね話ですよね。 もっとあってもよかったんですけどね。ねだって多分評価的に言うと一番あれじゃないですか。まあもちろんその手の作品見てる人たちの中でってことですけど、一番盛り上がってる頃じゃないですか。モス大理の頃は。いやめちゃめちゃ盛り上がりましたよ。う,ん、うん。サスペンス仕立てでもありますしね。う,ん、うん。どこかそのまあ往年のそのサスペンスをちょっとサスペリアとかまああの辺の感覚もちょっとあった。 たんですけど僕の中ではね。うん、非常に、うん、殺しのドレスとか。なんか、あちょっと、うん、あの辺のイメージが僕の中にはありましたよね。うん、現代版で作っていながらも。で,でいて、バグトブルーっていうのがなんか筋として、そのまま進化したみたいなね、うん、感じのものもあったり。でもね、それ聞いてね、なんすかね、あの、もうここはもう俺、立ち去ろうって、なんか、 バーって芝の町走って帰った記憶がありますね。<ー>仕事がしたいってね。今やらなきゃいつやるねんみたいなね。うん、感じで走って駅の方まで行った記憶がありますね。えー、小林勝也さんみたいに、たったかだったかだったかな。う違うクチ <laughs> あれやばいから <laughs> ええー、そっちではなかったんですけど。<laughs> うん。まあ、あの、なんかでもそれは非常に記憶に。あの T シャツ実は二人褒めてもらって、一人がそのコンサートしたんで、もう一人はね、うん、あの、木原宏勝さんっていう。まあ<ー>、今,今一緒にね、お仕事されて、ね、はい、シミみむくろの T シャツを、うん、そのちに。ね、そこからご縁が始まってるんですかそうです,そうです、そうです。なあ。ええー、スタジオジブリの元、ね、あの制作デスクの うん、人間なんですけど、あの方っていうのが、なぜかあの、妄想語代理人のところで、ちょっとあの、アイデアレベルのところで実は絡まれてたんですよね。うん、うん。で、たまたま遊びに来てた時に、いいね、この T シャツって。なんだこれはみたいなね。非常にあの、主人公も載せない、謎めいたものを作ってる。プリント位置が変わってる。こう。そう。 っていうアニメの T シャツもこういうものが出てくるようになったんだみたいな感じのことを。ああ、なるほどね。う,ん、うん、まあもう時代が変わったんだみたいなね。うん、うん、2000年代に入ったっていう感じがするっていうので、まあもう多分最大の惨事やと思いますね、あれはね。う,ん、うん、だから非常に僕もありがたいなあと思いつつも、なんかちょっと二人に褒められたということで、若干調子には乗りましたけどね。ええー。うんで 次の、あのー、コンサーの作品でパプリカってやつが今度来るわけですけどパプリカもこれかかんねえかなみたいなね自ら行かずに、ね、まああの時やってなかったんだまあとは言ってもまた次あるさって僕どっかで思っちゃってましたよね、うん、コンサはねーもう乗り乗ってなんかもう行くとこまで行っちゃった感じしますからじゃあ次何してくれるんだろうってありましたよね ありましたね。あったし、僕もそれまでにちょっと腕目がいとかんや、みたいなね、うん、感じのこともあったんで、いろいろ他の、当時、まあ、ヘルシングっていうね、あアニメの OVA のシリーズがあって、そこで一緒にね、ちょっと、まあ、切れたものを僕自体もちょっと、その、平野光太さんのね、うん、あの、漫画なんですけど、それをどん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 出していくっていうシリーズを始めた頃で、なんか、 これの先にまたコンサートさんが来るんじゃないかなってね、僕は勝手な想像をしていましたけど、うん、まあそれは叶わぬまま終わってしまいましたね、うんうん。なんかだから非常に、うんなんで自分でこうやりたいです、やりたいですって言わなかったのかなっていうのがね、うん、すごいうん、なんか思いましたね、うんうん。あと、まあ今僕は酒をやめてしまったんですけど、ね コンさんはやっぱりその後もすごいやっぱお酒は飲まれてたみたいで、うん、46歳で亡くなられてるんですよね。うん、うん。だからなんか、自分はもうちょっと、あれは、やっぱお酒って、うん、っていうのは、非常にあの時からなんか引っかかってたものがあって、うん、で今やもうね、酒はやめましたけど、うん。なんか、 うん、なんかことあるごとにそういうの思い出しますね。うん、一度しか会ってないんですけどね。結局、あれ一回だけなんですけど、まあ、非常に自分の中でインパクトが。だから本当なんか自分の人生上、まあ、ただ一度だけこう、すれ違ったというか、うん、っていうのでも、非常にその、深い感銘を受けたし、あのまま行けばいい。 言ったのにあのままやんなかった僕もいるし<ー> <laughs> 生活とねいろいろ誰かの人生も背負ってましたからねかまあねあっちになんかそのまま埋没することはやっぱりちょっと自分の中ではいやもうそれこそ北山さんは酒飲むべきですよそっちに行くんだったらうんまあ実際飲んでましたしね行くべき行ってもうとにかくあのもういや やっちまったなっていうことも失敗したことも含めて責任を取るような生き方をするしかないですよね。うんまあ結局ね責任なんかはね取らずにまあ今こんなね感じでまたブランド別の名前をね名乗ってやってますみたいな感じではやらしてもらってるんですけど。まあすごい作品ですけどやっぱねやっぱもう今がみんなマーケティングと失敗したくないの世界になっちゃったじゃないですか。うん、いや,やっぱすごいと思うんですよこれだけの。 この本数作れたのは。あの作らせた方もすごいと思いますよ。うん、いや、すごいですね。で、中がもうやっぱりその作家性を尊重する作り方しかしてないこともすごいなと思いますね。これ、プロデューサー人だったり、周りの人たちっていうのも、やっぱりコンさんっていうのはちょっとちものが違うぞみたいなね、感じっていうのはあったと思うんですよね。まあ、最初多分、パトレイバーぐらいで名前がね、ちょっと、 出てきたような方だったと思うんですけど、うん、そこからね、その、パトレーバーのプロデューサーだった、牧キタさんっていうのが、青年女優のところにうまく結びついているっていうのもありますし、ねうん、んか非常にいろんなところでいろんな人物っていうのが出てきて、で、まあ、それこそ、その、モソタリのね、時の僕がいろいろお世話になった竹内さんなんか、 その後のやっぱりノイタミナっていうものをね、やっていく上において、本当の、まあすごいキーパーソンですからね。そうですね。ん。だからアニメのその、今から何年前ですか、もう本当に深夜アニメーションっていうのが天下を取った時代というか、うん。の、さらにそういうののキーマンの一人になったと思いますね。 なんかね、そういうのももっともっとね出てきてもいいような気もするんですけど、ねね、時代の流れと景気<う><う>があのもうねどんどんいろんなものを作ってもある程商売になるようなことになってないとこういうものが作れないで、ねうんですよねやっぱいくらやりたいと思ってもね。うんうん、まあとはいえねこれだけの本数のものが残っているわけでだから、まあ、千年上っというのをね初めて劇場で見られる方っていうのはそれを見た上でね 次パプリカも、じゃ上映やったらパプリカも見ていただいて。うん。で、もうソダリンとかは今はあれかな。あの、D アニメとか、ああいうとこ行くと無料で見れたりすると思いますんで、うん、そういうのもまあ見ていただいて。で、やっぱり出世作であるパークとブルー。うわー、あーだね、うん。あんまりのめり込まないようにしてくださいね、皆さんね。うん。いや、あの、ちょっと、あのね、あの時より今の方がやばいね、見たら。 あの時はね、時代的にはもっと実はハッピーな時ですからね。うん、うん。まあ、あと、あの時代背景っていうのが面白くって、アイドルっていうのが、あのー、すごい過渡期というかね、うん、その前までは、松田聖子とか、その中森明菜とか、テレビのところにいるのがアイドルってやつだったのが、あの時のアイドルってその、現地主義というか、土佐周りが非常に多かった時代で、で、今のアイドルっていうのは他人通過していったり、 ね、その劇場で、そういうライブで、みたいなやつが、ちょっとね、また形式が変わっていってるものの先にあると思うんですけど、うん、あ、あのアイドルっていうのは、僕らの年代で知ってるアイドルってああいう感じだったんですよね。うん、なんか知らないけど、その大英とかでやってるみたいなね。うん、うん。だからこその危険性ってやっぱりあるんやなっていう話ですよね。うん。うんなんか非常に、アイドルっていう存在自体には、 今ほど握手ができます。できます。の、そこまででもね、まだ確立もされてない。うん、なんか非常にそのシステムとして過渡期にあった時のあの怖さ。こんな感じでいかがでしょうか。はい、はい。えー、ということで、えー、今回はコンサート資産について語りました。どうもパキさん、ありがとうありがとうございました。